いや、今日は私も疲れたんだ。実は今日は宇沢の誕生日でね。え、知ってる。プレゼントあげた。そりゃそうだよね。で、私たちもプレゼントをあげたんだよ。よしみが私に行くわよって。そしたらあいつもう大喜びで、本人は透かしてるつもりなんだろうけど、もう頬が緩んじゃってるの。まあその勢いに押されて、ちょっと私も疲れちゃったなーっていうね。先生、お疲れ様です。